道教を自筆署名道教放棄3年4月7日は、奈良時代の僧侶。属性は、湯下氏で、湯下串マロのことする系図がある。属性から、湯下道教とも呼ばれる。湯下氏は弓を制作する湯下部を統率した氏族。複数の系統があるが、道教の属する系統は、モノノベ氏の一族とされ、モノノベモリアが、母性を仮をかして、湯下大連と称して以降、その子孫が、 湯下氏を称したという、光賢上皇が、天平法治八年、天智天皇の御子である、四季の王子の楽院とする遺説もある、文武天皇四年に、河内国和海軍に生まれた、若年の頃に、法奨衆の構想、義援の弟子となり、両弁から盆号を学んだ、禅に通じていたことで知られており、これにより、内道場に入ることを許され、禅寺に劣せられた。 天平法治5年平常宮改修のためにと一時的に大見国宝長宮に移した際、病気を患った後賢上皇の傍らに維持して看病して以来、その長を受けることとなった。順任天皇は常にこれに対して意見を述べたため、後賢上皇と順任天皇とは相入れない関係となった。天平法治七年時君に代わって、小僧図に任じられ、翌天平法治八年には、 藤原麻丸の乱で、大乗大臣の藤原麻丸が注されたため、道教が大乗大臣前治に任せられた。翌年には、法王となり、仏教の理念に基づいた政策を推進した。道教の後ろ盾を受け、弟の清人が8年間で、十二大納言にまで昇進するなど、一問で5位以上の、者は10人に達した。これに加えて道教が僧侶でありながら、 政務に参加することに対する反感もあり、藤原氏らの不満が高まった。詳細は、宇佐八幡宮信託事件を、参照太宰主審の中富の菅阿蘇マが、宇佐神宮より、道京を天皇の位につければ天下は太平になるとの信託があったと伝えた。しかし、和け清麻呂が直視として参考しこの信託が虚偽であることを上心したため、道京が行為につくことはなかった。 東京塚神後慶運4年に、聖徳天皇が崩御すると、道教は、奏礼の後も、行行を頼み、聖徳天皇の御陵を守ったが、神後慶運4年8月21日、蔵子もつけ薬師寺別等を命ぜられて下校し、不認知の下野国で没した。道教死去の方は、法規3年4月7日に下野国から公認天皇に根上された。道教は、長年の功労により、 刑罰を科されることはなかったが、親族4名が捕らえられて、と鎖国に配慮された。諸人として葬られたといい、辰記事刑代に、道教の墓と伝えられる図がある。後見天皇に長愛されたことから、天皇と貫通していたとする説や巨婚説などが、唱えられた。日本霊域や古事団など、説話集の材料にされることも多い。しかし、これらは、 平安時代以降になって唱えられるようになったもので、信頼のおける一次資料で確認することはできない。江戸時代には、道京は座ると、膝が三つ出来という川流が読まれた。大阪、奈良の山中に生息するオサムシの一種は、体調に比して、非常に大きな降雪器を持つことから、道京の巨根節にちなんで、道京オサムシと呼ばれる。なお、こうした巨根節について、ひ口清きは、 同郷と同郷が混同され、同祖神と結びつけられたために成立したとしていた。熊本市にある湯気神社には、道教が出脚した後この地を訪れて、そこで藤子姫という妖艶華麗な女性を見染めて、夫婦となり、藤子姫の献身的なもてなしと、皇后よろしきをもって、あの大員等をもって知られる同郷奉仕が良き、夫として安穏な日々を過ごしたという民話がある。 俗に本記には、同教が建設に携わった、湯戯寺の記述がある。2017年、大阪府八尾市教育委員会は、市内の東湯戯遺跡の小説映画以下2名を加えて、日本三大悪人と称されることがある。ありがとうございます。